本堂内部、インフォメーションセンター合同坊理育場、交通柔軟社追悼の日月寺本願寺は、東京都中央区月寺三丁目にある浄土、新州本願寺派の寺院。東京都内における代表的な寺院の一つで、京都市にある西本願寺の直轄寺院である。本尊は、聖徳太子手堀と伝承される阿弥陀如来立像。住職は、門主の大谷光順が兼ねる。 事務執行機関として、州務長一人、副州務長二人で構成され、初代州務長は、浄土新州本願寺浜江総長の藤川高勝。現在の州務長は安永雄元。築地本願寺は、江戸時代の1617年に、西本願寺の別院として、浅草五門南の横山町に建立。江戸海岸五房、浜町五房と呼ばれていた。 しかし、明暦の大火により、本堂を消失。その後、江戸幕府による、区画整理のため旧地への再建が許されず、その大大地として、八丁堀沖の会場が下フされた。そこで、津倉島の門徒が中心となり、本堂再建のために海を埋め立てて、土地を築き、1679年に再建。築地御坊と呼ばれるようになった。なお、 この時の本堂は西南を向いて建てられ、場外市場のあたりが門前町となっていた。1923年9月1日の関東大震災では、地震による倒壊は免れたが、すぐ後に起こった火災により再びガランを消失。また、58カテラの地中市員は、被災後の区画整理により、各地へ移転。現在の本堂は1934年の竣工。 古代インド様式をモチーフとした、この建物は、当時の浄土新州本願寺派保守、大谷洪水と信仰のあった、東京帝国大学工学部名誉教授、伊藤忠太による設計である。当時の宗教施設としては、珍しい鉄筋コンクリート造りで、松井組の思考により建築された。大理石彫刻がふんだんに用いられ、そのスタイルは、現在においても斬新かつ荘厳で、 築地の町の代表的な顔である。本堂は重要文化財に指定されている。浄土新州本願寺派の新体制移行に伴い、正式名が従前の本願寺築地別院から築地本願寺になった。これにより築地本願寺は全国唯一の直轄寺院となる。著名な人物の葬儀が宗派を問わず多く取り行われている。2015年に銀行員 経営コンサルタント出身の安永有元が、州務長に就任し、多州派信とや、法日外国人などにも開かれた寺を目指す、寺と、プロジェクトが進められている。電話で相談を受け付けるコールセンターなどに加えて、2017年11月8日には、カフェなどが入るインフォメーションセンターと合同墓を、開設した。本堂前景関東大震災で失われた。 旧本堂の復旧事業として1931年に寄港し1934年に竣工した。設計者は伊藤忠太。志向は松井組である。鉄筋コンクリート作り2階建て。建築面積は3149.4平方メートル。本尊を安置する中央部と北翼部、南翼部からなる。屋根は六屋根で屋上中央に。 半筒型のボールと屋根を上げ、その正面はレンゲをモチーフとしたインドの石窟人風のデザインになる。北翼と南翼の屋上にはそれぞれインドの仏塔風の塔屋があり、前者は主郎、後者は古老である。中央部正面には4本の列柱を有する後輩と大階段を設ける。本尊を安置する内人や参拝者のための 空間である外人は大階段を上った2階に位置し、1階は、基壇風の扱いになっている。外観は1階が石張り、2階はモルダルに目地を刻んで、石張り風に見せ、柱形を作り出す。6屋根の周囲にはパラペットを設ける。中東やパラペットのデザインは、インド風である一方で、2階の窓は、日本の仏教寺院に見られる、加藤窓をモチーフにしている。 大階段の手すりは独特の曲線を描き、左右に二体ずつの四子像を置く。大階段を上がると、広間と称する横長の前室を経て外人があり、その奥が本尊を暗記する内人である。平面構成は内人の両脇に床を設ける点、外人を広く取る点などは、伝統的な新州本堂の形式を踏襲しているが、外人は一石とする。 内部の柱や梁はコンクリート製だが、組物、カエルまた、各天井などは木製で和風仏堂の要素も加味している。中央部1階は内陣の真下にあたる位置に納骨堂があり、その他に図書閲覧室、日曜学校、地方僧侶宿泊所、地方青年宿泊所などの室を設ける。北翼部は1階に説教所と紹介技室、2階に議場などを設ける。 1>, 1階の説教書は、インド風の中東装飾やイスラム風のアーチを取り入れている。2階の議場は、円柱、針、角天井などを用いた和風の衣装になる。南翼部は1階に、重薬室、食堂等があり、2階は主に事務室に当てられている。外観には、インド風の衣装が目立つが、1階を基段風に扱って、列中のある2階を基準階とする点。 パラペットを含めて3層構成にする点など、全体の構成には、西洋建築の影響も見られる。入り口床に、モザイク、外人手前の広間は、扉上を、ステンドグラスで装飾し、仏教参加の伴奏用として入り口入った左右に、パイプオルガンを備え、キリスト教の教会道のナルテックスを思わせる。内部には、日本の仏教建築の要素も見られるが、 この部分に関しては設計者、伊藤の本来の意図ではなかったとの見方もある。この本堂はインド、西洋、イスラム、日本などの異なるモチーフを融合させた独自の様式を示すとともに、礼拝、説教、会議、事務など仏教寺院の様々な機能を一旨で果たせるような合理的な設計になっており、伊藤中太の代表作の一つである。広重、名所江戸百景より、 築地門関。当時の和風建築の本願寺が描かれている。和田堀病床入り口和田堀、病床入り口インフォメーションセンター内。ありがとうございます。